井上由紀作、クルワの女。その一、梅の橋。加賀の金沢にはいくつかの遊郭があった。その中でも京の祇園に比べられるのが東のクルワである。金沢の市中には二つの川が流れている。南部を流れる犀川と北部を流れる浅野川で、どちらも緩やかに日本海に注ぐ。東の黒輪の脇を流れる浅野川には昔梅の橋という橋が架けられていた。黒輪の客の一人が言い出して架けた黒輪への通い橋である。町の雑踏とは無縁な黒輪通いに便利な花道が欲しかったのだ。なじみの芸者を連れて酔いの残る顔を川風にさらそうという水郷な木の橋なのだ。その遊客の名は西田幸次郎という。梅の橋は戦後の洪水で流出したままになっていたが、25年ぶりで架け直された。昭和53年4月16日のことである。渡り初めの日、私は東の黒輪の沖や涼見の女将と橋を渡った。86歳の山口絹さんは足元が危うい。私は抱きかかえるようにしてゆっくりと歩いた。絹さんの髪型はいつも決まっている。潔癖なまでにきりっと結い上げられた服さ畳である。その白髪に大粒の翡翠の髪飾りがまぶしい。絹さんと川をのぞいた。雪解けの川はおびただしい桜の花びらを乗せて流れている。花びらは川の右岸の桜並木から風に舞ってくるのだ。橋の木の花が漂うあたり一面に巨大なくす玉が割られた後の紙切れが散らばっている。渡り染めが済んだ梅の橋にはそんな紙切れと落花が吹き寄せられていた。絹さんは姿勢が良い。しゃっきりと背筋が伸びている。折からの強い風に崩れそうな格好で、反り身に川上を眺めていたのだが、ふとしゃがみ込んだ。橋桁に沿う多彩な花びらの筋に気づいたからだ。ありまあ。待って、友禅の細栗みたいやがいね、美しちゃ。私はしばらく黙っていた。生きた花びらと造花の紙切れとで、これ以上巧みに寄ることができないほどに作り出されたものを、絹さんは着物の腰紐に見て取ったのである。目の前に、うなじが見えた。細く長い襟足であった。絹さんは一筋の髪の乱れも恥とする歳月を生きてきた。その髪が今川風に吹かれている。私はそっと髪に触れた。思いがけないほど硬い手触りだった。深く抜いた衣紋の中に白く乾いた首筋が石像のようにさえ見える。焦げ茶と白の棒縞の着物に合わせられた半襟の下に幾筋ものしわが刻まれていた。梅の橋が最初に架けられたのは明治43年6月28日である。絹はその日のことを
今もよく覚えている。あん時の空模様のことまでしっかっと覚えとりみす。今にも雨が落ちそうな梅雨時分でね、ジョンに持ちこたえとりみした。お天気が川岸に伏見邸という待合所がありみして、お祝いの大砲がドドンドドンと鳴っとりみした。その頃に繁盛しとった友田呉服店の門派舞台の紅白の幕をくぐってからに、えらいお人さんの顔がずらっと並みした。渡り染めが済んだ後、演舞場でお祝いの宴会があったがですけどか、これがまた大騒動のにぎわしさやった。なんせ夜通しやったもんね。一番の出し物な三番荘で、踊り方はくじ引きでございんしてね。私はくじに外れたけどか、大の仲良しの鶴子さんが当たりみした。その吉力の鶴子さんと山屋の三竿さん、三浜の一郎さんの三人で踊りました。みんな二十歳そこそこで美しこっちゃった。一番若い鶴子さんが翁を舞いました。真っ赤な門派舞台の上にぶどう色の絹地に扇面を刺繍した着物を重ねて、袴な松竹梅の模様やった。確かそうやった。ほの自分の私は18やったとこと。今からおよそ70年ほど前の話である。東の黒輪の演舞場は桜並木の中ほどに川を前にして立っていた。梅の橋が完成する前の年に以前からあった建物を改装して開かれたのだ。今はもうその建物はないが、場所は現在の吉池病院の左隣であった。ここから上流にも橋がいくつかある。すぐ川上の天神橋から常盤橋、鼓橋の順である。梅の橋のすぐ下にあって、轟の橋と呼ばれた浅野川大橋は、北国街道を北から城下に入る時の道筋だった。半世紀から明治初年にかけて、百万石城下町の繁華街としてだけではなく、加賀から越中、能登にかけての通行路として最も繁盛したのがこの界隈だった。こうした雑踏を当て込んで、浅野川左岸沿いには芝居小屋や掛け茶屋が軒を連ねていた。絹が10代の頃はそこに稲荷座があった。明治37年2月に小山座と名が変わり、昭和に入って小山クラブ、さらに戦後は北国第一劇場となっている。稲荷座の左右には引き手茶屋が設けられていた。黒輪のお茶屋が出張して座布団やタバコ盆を出し、芸者たちが控えた。黒輪遊びに飽いた遊客たちは、ひいきの芸者たちに酌をさせ、ごちそうを食べながら芝居を見物する。絹もよく相手をさせられた。芝居は長くてなかなか食事をする暇もない。芸者は客の前で決して食べ物を口にしてはならなかったのである。カタ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 と箸を鳴らしながら、沖屋の使い走りの者が運んでくれる弁当が待ち遠しかった。絹はわずかの時間を見つけ、物陰で冷たい弁当に顔を突っ込み、ただ急いで喉に通した。そんな引き手茶屋は、
2軒や3軒ではなかったのである。引き手茶屋の名残のように現在も川べりには昔からの料亭や貸座敷業の店がいくつか並んでいる。川と宇達山を借景に取り入れたそれらの家は総じて家並みが低く、よく吹き込まれた戸口を連ねている。戸口は大抵格子戸である。家の前は夏ならば丁寧に打ち水され、冬ならば粉雪を履いたほうき目の跡もくっきりと見える。浅野川川べりには緑が多い。それは川面まで宇達山が迫っているからだ。山といっても標高141メートルの宇達山のような小さい山が金沢の町には他にまだ2つある。金沢の町中を平行に流れる犀川と浅野川はそれぞれ外側に小さな山を持ち、さらに2つの川の間にはもう1つ丘陵がある。3つの山の1つは市の東南にある野田山だ。旧藩主前田家累代の広大な墓所を山頂に、作家室生犀星をはじめ2万基ほどの墓がある。草木と野鳥に包まれた山裾はその名の通り寺院が密集する寺町台に続く。川の流れに並行した寺町通りからは枝のように分かれたいくつかの急な坂が犀川へと通じている。次は寺町台との間に犀川を挟んで伸びる小辰の台である。前田家の庭園であった兼六園を経て現在は金沢大学になっている森、かつての金沢城へとつながっている。そして3つ目がこの浅野川のほとりの宇達山なのだ。3つの山の中でもことに緑が深い。龍が伏したような格好から我龍山、あるいは向山、向こう山、また京都の東山に形が似ていて市の東部にあるから東山などと言われる。戦火を浴びていない金沢の町並みは城下町の面影を現在もかなり残しているが、この東山一帯の障子はことに念が入っている。狭い袋小路や丁字路、鍵なり字で形作られているのが東の来る輪なのである。迷路そのものの来る輪町からは三軒の音が漏れ聞こえてくるし、ここからかなり離れた長町、本田町などの旧武家屋敷では厚い土塀の奥から琴や加賀宝鐘の歌いが聞こえてくる。かつて豊臣恩子の武将であった前田利家を藩祖に仰ぐ加賀藩は江戸の開幕前後からお家の安泰を第一に、ひたすら徳川家には恭順の意を示し、その証として武辺の充実や蓄財のことよりもどちらかといえば芸文工芸の奨励に力を注いだ。つまり財政の安定を無視して多大な富を文化面に投ずることとなった。北陸にあって芸をギリギリの純粋なものにまで追求しようとする金沢の文化が実を結ぶ一つのきっかけがそこにあった。そんな気風は言うまでもなく来る輪のうちにも浸透したに違いない。一方反財政の逼迫からお召し舞いという原稿がたたって武士階級の一部が没落し、
その娘が廓に身を寄せるようになり、勢い、他より格式を重んずるという気風が、東の廓に芽生えてくるのである。浅野川の左岸には、上流の天神橋から梅の橋にかけて、右岸の桜と競うように松並木が続く。松並木は川の堤防補強のため、三代藩主前田利常が土手に植えさせたものである。ほっそりとした形の良い黒松だ。その並木のほとりには泉鏡花の義血狂血の舞台となった場所を示す滝の白糸の石碑が建てられている。火の後ろの浅瀬では今でも時には友禅流しを眺めることができる。川上の雪霊は戸室山と硫黄泉である。金沢の町はどこからでも山が眺められる。どんな下町の通りからも裏通りからも山が見える。山は一年のうち半分くらいは雪をかむっている。桜の頃の浅野川はそんな雪解け水の集まりなのだ。三間島、今日の向山なあ、優しげなあ、お花のせいやろか、山なあ白を見える。絹は向山に向かって背筋を伸ばした。いつの間にやら山のふもとの主になってしもてからに、ぐるり中のもんなのうなってしもて、ほんまに一人ぼっちに残されてしもた。お父っつぁんもおっかさんも弟も妹もお姉さんも友達もみんな行ってしもた。ほんで寂しゅうなったなさ、川べりの散歩に来るがや。芝居小屋やら演舞場やら懐かし床屋酒ねえ、ここな向山に桜が咲いた。向山がもみじした。美しっちゅうてぞうろぞうろとお客さんに積んだってよう気見した。昔な毎日のように友禅流しがあったもんや。ちんちゃい時から着物を眺めることが好きで、友禅流し見とったさな、待って反物の品定めしとるような気持ちになってね。梅の橋を渡ってから東の廓まで歩けば数分なのだ。その通りは以前はほとんど商宅であった。道は細い。上背のある絹はペタペタとつんのめるように歩く。土塀からかぶさって茂る柿の若葉が頭に触れる。ザクロの木がある。琵琶や杏の木もある。塀の奥からは三味線や笛の音が漏れてくる。道は観音院に通じる観音町を二三歩で横切る格好になる。すれ違った女の髪からは瓶漬け油が匂い、おしろいの残り香が漂ったりする。そこはもう東の廓の表通りになる。よく磨き込まれた弁柄格子のどれもが同じ家造りの置き屋が両側に続く。白地に細く墨色で東と書かれた剣刀が連なり、脇にそれぞれの置き屋の屋号が読める。門口には太字で屋号が書かれた番傘がいくつも重なり合って干されている。下を出格子とし、思い切り背が高く、
奥行きの深い曲輪独特の二階造りの置屋が21軒残っている。出格子は格子の隙間が極端に狭い。キモスコと呼ぶ、スモスコというのもあるのだが、それは竹製である。東の曲輪はすべてキモスコである。キモスコが弁柄色に塗られている。紅の色はよほど歳月を重ねたらしく、華やぎはみじんも感じられない。それどころか、むしろ無彩色にも近い現れきった色としてしんと居座っている。ひょっとするとこの紅の色は曲輪という環境の中でこそ本来の紅の深さを発揮したのかもしれない。弁柄はインドのベンガルに産した着色料からの顔料である。この格子の色は金沢の菓子森八の朝鮮伝という落眼のほんのりした紅を思い出させる。落眼の紅色は山形の紅花から取る本紅で、白を多く含む暖かさがある。どちらの紅の色も共によそから入ってきたものであるが、歳月の流れが金沢という町にその色を落ち着かせてしまったかのように思える。格子の奥に明かりが灯った。話し声が漏れてくる。だが中は見えない。かえって中から見られているような気さえする。絹の家は広い通りの裏、北側の細道にある。鈴見とひとしお優しい屋号である。かろうじて読める小さな薄い表札には、山口絹金沢市愛宕町と旧町名のままであった。その家は絹が初めて東の曲輪に入った置屋福屋の真後ろである。福屋はすでに廃業してしまい、今は千草という民宿になっている。今の涼みかて私一代きりでおしまいやもしれんね。絹の体が細く開けた戸口の奥にするりと入った。絹はすでに淡い記憶となってしまった曲輪の暮らしをまるで宝物のように抱えてひっそりと生きている。